客の庭に入りたいのか？あ、聞くといい。あ、言うといい。君、私を試しているのか？ダメだ、それは禁止されている。私はルールを守るメモキーパーだからな。お断りだ。君は性格の容器だぞ。あれほどの力が体に入っているのにピンピンしている上、その力を使えるなんて。そんな人間がどのような過去と未来を持ち、宇宙にどんな奥室を残すのか、ガーデン・オブ・リコレクションは非常に興味を持っている。すまない、他者が私を思い出すことができないように制限した。自分と他の者の記憶は誰にとっても唯一無二だ。その独立性と純粋さを守るために、私たちの取引は二人の間の秘密にしないか。できるだけ答えよう。フリ様に関する記憶を君に渡すことはできるが、それだけだ。私にはあの方に謁見した記憶を保存するほどの栄誉はない。説明した気がするが、忘れっぽいのか？ガーデン・オブ・リコレクションはアイ・ウォン・フリに付き従う組織だ。記憶のメッセンジャーとして私たちは肉体を放棄し、ミームとなり宇宙を旅している。フリ様のために星の海にある最も貴重な記憶を探しているのだ。思い出したか？形あるものの消滅は必然的に形なきものの消滅をもたらす。宇宙を見ろ。反物質レギオンが横行し、文明は風前の灯火だろう。ナヌークがいなくとも多くの世界が崩れ落ちる寸前で黄昏に向かおうとしている。消えていく文明の記憶を放置するなど許しがたい破滅だ。だからガーデンは記憶を集めて保管することにした。災いが過ぎ去った後、記憶のかけらは再生の青写真となる。私？より軽やかで、より自由になれる。乾きに怯える必要はない。
狂気や磁気嵐の脅威も気にしなくていい。私はもう人間じゃないんだ。肉体がないから人を喜怒哀楽させるもの、アドレナリンやオキシトシン、ドーパミンなどもない。結果、私は人間の思考や欲望をより中立的な立場から判断できるようになった。私はより自由意志に近くなったと言えるだろう。もちろん大我がないわけではない。私たちは人の記憶を頼りにすることでしか自由に活動できない。果たしてそれは本当に自由だと言えるのだろうか。そうだ、私は人の記憶に頼って活動している。私は現れ、移動し、消えるたびに誰かの記憶を読み取っている。もし自分の記憶を見られたり盗まれたり操作されるんじゃないかと心配しているのなら大丈夫だ。メモキーパーは厳格な訓練を受けている。規律に反する記憶操作をした場合、私は即座に抹消されるだろう。中には規律を守らないメモスナッチャーもいるが、私は違うぞ。マスクの下が気になるのか。はあ、十分な記憶を用意してくれたらそれと引き換えにして教えてやる。忘却の庭に入りたいのか。もう少し近づいても構わないぞ。
送ってやろう。誠意はなしだ。進軍。剣に連鞭は不要。誘ってないけど。盛り上がってるじゃん。己を解き放つ準備はいい？反抗、陽動、霊落。おやすみ。この賭け、俺には皆を招こう。送ってやろう。地上よきたれ。くるくる。礼儀がなってないわ。誰かな。くるりん。この曲はあんたに。もっと。この賭け、皆を招こう。もう少し近づいても構わないぞ。パーツアップグレード。どう始末するか。くるくる。お前が俺の失礼はなしだ。それ盛り上がってるじゃん。乗ってる？ブルリン。己を解き放つ。反抗、陽動、霊落。切れ味が落ちたようだ。パーツアップグレード。付き合い。お前が俺の師匠よきたれ。
ってないけど。もっとぐるりん。この賭け、俺には届かぬが、皆を招こう。忘却の庭に入りた。パーツアップグレード。運よ、来い。こっからが本番だよ。乗ってる？くるりん。己を解き放つ。反抗、陽動、霊落。くるくる。ただのまぐれでしょ。私が誰だか知ってる？こんな大きなダイヤモンドあげるね。平気よ。なんだ。それじゃあダメだよ。くるりん。考えても無駄。来い、クモ。お注射の時間よ。おやすみ。騒ぎを起こしたくはない。怖くないよ。チャンスだよ。剣に連鞭は不要。この油断した。生死虚実、一年のまなり、同天元気、勝負一角。邪魔だ。この賭け、俺には届かぬが、皆を招こう。
忘却の庭に入り、you